どうもこんにちは。18時まで第一陣をやります。どうも。ちょっといろいろあって昨日はお見送り4期生参加しなかったんですけど、久しぶりの見どもりで楽しかったです。イベントだったからってわけではないんです。その後4期誰も配信してないし、イベントがあったとてお見送りには参加するし、見守り久々、チーク薄い。みどもり行ったことあります。なんか遠足とかで、小学校の遠足とかでも行ったことあるし、普通に家族で行ったことあります。目がパサパサ。日焼けさん、タワーありがとうございます。昨日さ、お見送りで、あと無音だった、無音って書いてあった。野球タワーっていうのすごい、ありがたわありがとう。ありがとう。こちらこそありこちらこそありがとう。喜んでる。
なんかすごい今日毛量が多いな。なんだ？こうしよう。結局ポンコツ練習してないけど、ポンコツはいけると思うんだよな。急に増えたね、なんか毛量。今日は多分、私もともと毛量は多いんですよ。髪の毛が細いだけで広がってるのかと思います。今日はなんか湿気、まあいいやいいや。ごめんね、ダーリン。今日ポンコツ歌えたらなって思ってます。ポンコツともう一曲、一応もう一曲準備してきました。私が結構前にハマってた楽曲けど、ちょっとね確認が足りない気がする。不安な思いはある。なんでこっち向きになるんだ。こっち。よし。こんにちは。今日どうしようかな。歌えるかな。残しておいた方がいい気もする。うーん、喉はね多分大丈夫。2曲ぐらいならいけると。まあ多少のミスはお許しください。これ毎回言ってるけど最後の方でやろうかな。まあ、いつでもいい。みんなが歌ってほしい時にやります。なんか今日ブスやな。なんか熊ありがとうございます。熊タワーありがとう。またはかけます。
まあ、ここコマ。できたかしら。わかんの。スクショしようとするとさ、電源ボタンだけ押しちゃってさ、できなかったりするよね。閉じちゃったりね。そういうこともあるよね。うまくいかない。前よりもさ、間違えて違うタブ開いちゃったりするんだよね。消えた。あれ？電気消えてる。ボヨーンって音が気持ちいいって。ボヨーン失敗してる音だからね。やめてやめて。電気消えちゃった。最近は反抗期っすね。おいくらかな。あ、言わないでおくね。なんか。でもさ、よ、よ、オッケー。うん？あれ？ダメだ。昨日さ、もーちゃんがさ、昨日の私の配信見に来てくれてたみたいなんだけど、コメントも読まずにタイピングしてて受けたって言ってた。確かに何が面白いんだろうこの配信と。なんかごめんね。私がただ今度読書するだけの配信とかもあるかもしれない。付き合ってね。あー無理ー。つけたそばから消えんの。ちょっと少なめにしとこ。
私のおすすめの読書配信。誰得すぎるよねそれ、さすがに。180円でした。おお、やっと来たよ。ありがとう。ハッピーハロウィン。漏電してそうかな。漏電って何ですか。ひなちゃんなんて携帯端末でプロセカしてるの、ただいまプロジェクト世界。最近なんか水木、あ、これネタバレか、ダメかダメか。友達がプロセクやってるんですよね。私は向上心があるので。ダメだこれ。これダメだな。やっぱね、上を目指そうとした瞬間にさ、もっとダメになるよね。頑張れって言ってる。だからこういう配信は慣れてる。よかったです。今度じゃあ読書配信しよう。全然最近、中学校の時とか朝に本読む配信じゃねえや、朝に本読む時間があったりしたけど、全然ないからね。ダメだこれ、めっちゃ苦手。ダメじゃな、ダメなんじゃな、こりゃダメだ。ええ、まあ、そういうこともあるよね。私さ、携帯端末しかない、それ使ってやってるからさ、ユニユニエアとかできない。
イピング終わって眠くなるよね。眠くなっちゃダメ。アンナさんの配信を見てなきゃいけない。お誕生日おめでとう、ありがとう。苦手なあ、そうそうそう、なんかね指が動かないところもあるんだよね。まあそう、眠気が嘘、最悪やめた方がいいのか。でもボーンとかさあんま寝れなくない。全然動かなくなってきた。1080円、1080円です。いいよー、ぽよんがね、眠気を誘う。本当に言ってる？失敗してるんだけど。あと、あと、あと2回やるね。あと2回でやめる。30分くらいまでやる。ソーリー、あと1回くらいです。1回くらいは嘘、もうちょっと1500円超えたらいいね。とそれ、そう、1500円か行ったことない気がする。 Bless you, thank you。 へえ、いいんじゃない？ああ、1800点だ。普通だ。でも今日は昨日とかより調子いいですね。ほう。ありがとう、ありがとう。ありがとう。お菓子でお祝いしてくれる。じゃあさ、お手軽コースで今までやったんだけど、
おすすめコースはあと1回やったらちょうど多分終わるぐらいなんで、最後におすすめコースやります。長すぎる。1060円とか1060円得でした。よし、終わります。寿司おつは、今日はいいね、いい感じ。1060円、まあ、つまりは得ばっかりしてるんですよね。今日は損してません。皆さん、バン27回。え、数えてたの？無理数えないでよ、気まずいじゃん。うん、いいね。じゃあアナさんは、え、何もないです誰もいないのにドアが閉まったからびっくりしちゃった。よしよし、貸し表示出しとこっかな。目出して、お化けとかより人間だった場合の方が怖くないですか？お化けは別にいいんですよ、危害は加わらないし。一番人間が怖いですから。なんか今日髪の毛多いな、なんかやだな。貸しちゃうね。お寿司は売ってません。貸しちゃうね。うん。2曲分調べておきますね。こっち先にしようかな。迷うなって。あのね。え、分かんなくなってきたかも。先にちょっと NGT の方やろうかな。
A メロがね微妙に怖いんだよな、ちょっと。確実な方からやりたいと思います。でちょっと、ま、分かんないな、ちょっと不安だなって思ってる方はちょっと一旦保留にしますね。ふん、これはお約束してたやつ。いきます。これは多分いけない。もう確定じゃないけど。思うようにいかないこと気にしないで。
できる失敗しちゃった時の慌てぶりが可愛いよ。そんな人間らしさに僕はどんどん惹かれてゆく。守ってあげたくなる。終わり、一旦やりきった。これ練習してないからな、ごめんなさい。医者行く前にポンコツ来てよかった。リハビリ頑張ってください。最終日かその前か、最後の方に歌いたい曲があるんですよね、私的に。私が最近ハマってめっちゃ聴いてるやつだから、それを最近練習してる。落ちサビが私ちょっとそれ苦手で。あとめっちゃ高くて歌い切れるか分かんないみたいな。ラーメンマンダランドか、違う違うよ、さすがに。最初はいいの、どんどんなんか高くなって、しかもラスサビでねワンキーぐらい上がるんだよ。それがちょっと不安なんで練習しますね、最後の方に向けて。ここ全部後ろに出すと変なんだよな、何なんだこれで。いいや、でもまだいける気がする、歌えるような気がする。で、前歌ったことある曲なら歌えるかな、練習しなくても。何歌ったことあるっけ、忘れるな。ちょっと一旦曲の候補を募集するんで、その中で私が今歌えそうだなって曲歌おうかなって。今歌詞見ただけであいけそうだなって思うやつ募集してます。私が過去に歌ったことあるやつで。お姉のファンの人、お姉とかぶりそう。これ歌ったことあったっけ、なかったっけみたいな。彼女、おお彼女か、いいね彼女、いいね、チャレンジだね。確かにチャレンジだ。彼女歌ってる時の彼女が友達でもしょ、喋っとき。なるほど、 NGT48、 なるほど。いける気がする、彼女。やろうか。青空が違う、結構トラウマなんだよな、忘れるから。忘れるってか間違えたから、間違った曲結構ある。
なんか自分が例えば出てない曲っていうか、見つけるまでが長そうですね。自分が出てない楽曲ハマりがちなんですよね。今回だと好き好きスキップもね私作業が苦手だからこれめっちゃ苦手なんだけど、それもハマったけど歌いにくい。好き好きはいきます。これどうしよう。下手くそだったらごめん、練習なしだから。
おお、虹だ。あ、出した。あ、出した。2回目の2回目の1回これを18時に終わって、2回目のやつ配信では歌おうと思ってる曲があるのでお願いします。うん、石井彩音ちゃんを狙ってる人ということで飛んできました。どうも、石井彩音ちゃんを狙ってます、木本アナです。くれますか、石井彩音ちゃん、くれますか。友達にも布教しております。あやね色なんですよ、私、私の心あやね色で、石井彩音ちゃんに目をつけるなんてあなたさすがだよ。ありがとうございます。さすがにね、目をつけるっていうか勝手に勝手にね追ってたというか、可愛すぎるよね。まあ最近毎週劇場行ってます。本当にすごい、ありがとうございます。それは誰目当てなんだろう。私に行ってくるってことは私目当てってことでいいのかな。毎週だから違うか、出ない日もあるしね。いやね、この2回目の配信で歌おうと思ってる曲、うん、なんかなぜかわかんないけど結構前にお姉と一緒にハマった気がするんだよね。なんでだったっけな、それすらも覚えてないんだけど。くまちゃんがありがとう、かわいい。あ、ベンティ見ました、見ました。これ流行語にしようか。木本三姉妹を連番してる人と全力で愛してありがとうございます、嬉しい。さっきの友達でいましょう歌えるかな、もう歌えないわけはないんだけど、下手くそだったらやだな。まあ劇場公演はフルでやってるんで、歌えるような気がします。やろうかな、ギリギリぐらいまでね。え、これ終わったらやめますね。ん、これ歌ったらやめますね。友達でいましょう歌ったらなんかちょうどいい気がする。今52分だから、スタバベンティアする。とととととととマルチ。はい。ウィン。
優しくされてもが歌えなかった。あれ、え、聞こえる？止まったよね。やさ、あれとか言って、あれ止まったんだけど、なんで。あら、聞こえてるよ。どういうこと？待ってね。止まっちゃった。ほんでは、え、どうしよう、迷うな。1時間半1時間半で分けるか、1時間2時間で分けるか迷うんですよ。どう思う？どうした方がいいと思う？どっちがいいと思う？どっち派が多いかによるかな。次に時間かな、スケジュール迷ってて、18時半、そう、18時半までやってやるかみたいな。今から夕飯食べたいから1、2、 OK、 1、2にします。なんかみんな1、2がいいみたい。じゃあやめますね、壇上読みします。確かに私も歌の確認したいから。でも何時から始めよう。とりあえず壇上読みますね。よいしょよいしょ。13位ひよりげたさん、ありがとうございます。12位よっしーさん、ありがとうございます。11位としさん、ありがとうございます。10位マサ佐藤さん、ありがとうございます。9位亀仙人さん、ありがとうございます。8位ノアパパさん、ありがとうございます。7位スマイルさん、ありがとうございます。6位松尾さん、ありがとうございます。5位のりさん、ありがとうございます。4位まこいもさん、ありがとうございます。3位片山さん、ありがとうございます。2位陽平さん、ありがとうございます。1位日焼けさん、ありがとうございます。どうしようどうしよう。次を始めるのを何時にするか迷うんだよな。22時までがいいのか21時までがいいのか。どうしようかな。どっちがいいですか。これもこれもどっちがいいですか。最終ゴールが21時か22時か。19時半、うん、20時から始めるか19時から始めるか。どっちがいいですか。皆さん次第。
22時までかなっていうのは、私があと残り時間できるのが2時間なので、20時から始める2時間か19時から始める2時間か、どっちがいいかっていう質問。22時で、じゃあ20時から始める2時間かな。 OK、 じゃあそうします。2時間のお休みタイムになりますが、それではまた、ごめん喉鳴った8時から始めます。この数分は調整しようね。え、調整怖いから、20時2分から始めます。じゃあねー。バイバーイ。